こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、新降臨ダンジョンの情報が来てるので見ていこうと思います。やっぱ俺ももう実況やってきたら長いんでね、いろいろ分かってきましたね。はい。22時半から9周年を記念した降臨ダンジョン、転生ルシャナ降臨が登場と。僕なんかの動画で言いましたよね。まあ、多分、公式の妄想は途中で降臨ダンジョンが新しく来て、まあ、それに挑戦する流れなんじゃないかなっていうね、いつものテンプレの流れを予想してたんですけど、やっぱり今回も来ましたね。転生ルシャナ降臨ということで。これによって、まあ、公式要素の内容が大体分かってきましたね。まず開幕1時間、開始1時間で、いろいろとね、キャラクター情報が発表されて、なおかつ、その1時間後からですね、転生ルシャナ降臨に、まあ、チャレンジして、その後、まあ、何かしら情報があるか、もしくはルシャナ降臨で終わりかって感じ。でも多分2回に分かれると思うんで。多分1時間30分、30分みたいな感じでね、分かれるんじゃないかなと思ってます。さらにですね、今週マーベルの情報も来てないんでね、まあ、もしかしたらマーベルの情報も公式要素内で発表されるんじゃないでしょうかという予想を述べておいてからですね、今回は転生ルシャナ降臨見ていこうと思います。はい。ということで、開催は2月19日金曜日22時半から2月26日23時59まで、新たな降臨ダンジョン、転生ルシャナ降臨が登場と。難易度は絶壊滅級と壊滅級の2種類となっていますと。道中は強力なモンスターが立ち上がり、最悪では転生ルシャナが待っていますと。道中では読みましたね。今村子がつぶやいたせいでちょっとごめんなさい、あれだったんですけど、倒すと一定確率で獲得できる転生ルシャナの奇跡は、ルシャナを転生ルシャナに転生進化する際に必要な進化性となっていますと。さらに協力プレイ3人ワイワイにも同期間中協力転生ルシャナ降臨が登場という感じになっています。まずね、今回のクリア報酬はこんな感じ、絶壊滅級ですね。やっぱり難易度は最高難易度ですね。はい、ジロンドとかそういう系と同じ難易度ですね。イベントメダル23枚とプラスポイント3000がもらえます。壊滅級ではスパノエ、ダイヤドラゴンフルーツ、古代の三神面とどちらとも美味しいダンジョンになっているので必ずクリアはしておきたいですね。はい。で、ルシャナに関してはね、まず進化はこんな感じです。転生ルシャナの奇跡、ダイヤドラゴンフルーツ、古代の三神面、進化の緑仮面という感じになっています。はい。でね、キャラ性能を見ていきましょう。転生ルシャナの奇跡を使って進化するとこんな感じになります。まず覚醒がね、スキブプラス、エビ延長プラス3つ、封印耐性、追い打ち、暗闇耐性プラス、回復 L 字、 L 字消しとなっています。はい。覚醒に関しては、やっぱ L 字パ、あ、間違えた、十字パズルがこのキャラのメインとなっているので、パズルを安定させるために、まあ、指延長を持っていると。超覚醒は、スキブプラス、操作負荷耐性、バインド耐性プラスになっていて、スキブ4つ持ちか、バインドつけるか、操作負荷でギミック耐性できるって感じのキャラになっています。はい、覚醒に関しては、まあ、暗闇耐性プラスが増えているのが魅力なんじゃないかなとは思いますね。単純にスキルターン的にも強いキャラではあるので、暗闇耐性プラスで、スキブ4つ持ちっていう点はね、パーティーによってはもうこれだけで十分使える性能になるんじゃないかなと思います。スキビ4に暗闇耐性プラスに指延長3つに、L 字消しにバイ、L 字回復、回復 L 字に追い打ちというね感じになっています。はい。で、スキルに関してはまずはね、1ターンの間指を2秒伸ばして落ち込んなし、そしてロック状態を解除となっています。はい。普通に便利なスキルですね。ロック解除もついていて結構使がってはいいんじゃないでしょうか。あれだよね、あのホルスとか、あとはマギーとかかなっていうのが、指延長にロック解除に、あとはドロキョウっていうのがメインのキャラだと思うんですけど、こっちは落ち込んなしがついてるって感じかな。ただまあ2倍ということもあって、3ターンという風になっています。リーダースキルは落ち込んなしで、神と回復タイプの HP と攻撃力が 2.1 倍。そして、木か光の5個十字消し1個につき攻撃力が3倍、1コンボ加算という風になっています。まあ、やっぱり十字リーダーということでパズル難易度はかなり高いですし、使いこなすのは難しいキャラではありますが、リーダーチェンジ等でもかなり使い勝手いいので、ボンタ君とか継承してあげて76リーダーで挑戦して、ボンタ君リーダーチェンジ、そこから十字組みまくっていれば火力でぶっ放していけるっていう使い道があるんじゃないかなとは思います。サブにアルジェとか入れてあげればね、十字組みまくれるしね。はい、かなり優秀なんじゃないでしょうか。こんな感じになっています。はい。そしてこんな感じですね。あ、なるほど、エルシャナの方もスキルが普通にもうこれになるんですね。あの1ターン指が2倍落ち込んだし、ロック解除と。新スキルじゃないですね。単純にもうロック解除になってスキルが強化入るんですね。こんな感じになっています。こちらが、転生エルシャナの性能となっています。まあ降臨キャラにしてはかなり面白そうなキャラですね。やっぱ十字リーダーってところは変わらずって感じの性能かなとは思います。そんな感じでした。はい。さらにですね、これを記念して、これを記念じゃない、これをね、記念する前に、こっち、パズドラ公式予想ですね、先ほどの動画で話しましたが、パズドラ9周年新 CM チャレンジが2月19日21時から、新たな CM で出演されてるあの方がね、タイムアタックチャレンジに挑戦とはすいませんでした、本当に。でも、ヤマピーが言っちゃってたから、ちょっと、まあ、
ね。はい、次、第2。パズドラ公式放送9周年記念生放送、21時半からですね。これに関してはね、はい、石井さん MC で、岩井さん、スーさん、はじめ社長さん、マックス村井さん、山本 P という感じで、豪華な方々によるね、生放送が待っています。ということで、楽しみにしておきましょう。こんな感じでした。さらに、追加情報ですね。マーベル来てます。ただですね、マーベルの性能に関しては、パズドラ公式放送9周年記念生放送にて発表されます。はい、つまりなんと、まだ発表はされません。これ今何の音がありますか？ネタ切れに対して自分の膝を叩いてる音です。もうネタ切れだから発表しろよ！ちょっとだけ早めに少しだけ外れキャラでいいから。まあそんなことは置いといてね。まあそりゃそうですよね。そう思いました。いや、パズドラ公式放送そんなに発表することねえだろって思ってたんだよね。で、月曜日にマーベルの情報が発表されなかった。つまりそういうことだよね。パズドラ9周年に合わせてマーベルのコラボしましょうという企画だったから、じゃあ情報発表も公式放送でしちゃいましょうということで、まあ、公式生放送でまたタラタラとね、長めに発表されるんじゃないかなと思います。はい、またそちらはね、パッとまとめていこうと思いますが、一応キャラ見ていくとですね、まずこちら。ブラックパンサーですね。ブラックパンサー、そしてサイロック、そしてロキですねが、実装されます。さらにはこんな感じ、ダークフェニックス、キャプテンアメリカからのキャプテンマーベルと、そしてこちらスパイダーマンも実装されます。デッドプール、ペニーパーカー、そしてベノムも実装されるというふうになっています。これらはすべて情報は公式放送にて発表となりますが、あのですね、このゲーム実は闇がありまして、あのみんなが知ってるキャラって強くなるんです。え、ちょっと待って、進化系が見れるじゃん。キャプテンアメリカはこんな感じか。武器2個、新コラボで武器2個あるのやばない？どんだけ、分岐の量おかしくない？えぐいねこれ。だって進化、究極進化からの武器でしょ。やばくね。で、アイアンマンは進化前、変身後、武器。武器2個固定であるんだね。マーベルも変身ですね。変身して武器2個持ち。やば。スパイダーマンは究極進化で武器と。そしてフェニックス・ジーン・グレイは、変身後で武器。で、ハルクは変身でしょ。だよね。変身で武器。ドクター・ストレンジャーは究極進化。で、武器2個。え、まさか全部武器2個あんの？で、これも究極進化で武器2個。あ、で、ロケットベビーグルードは変身ですね。からの武器2個。すごいね、これ。で、このキャラもまた変身。で、武器2個と。最高レアとかは全くわかんないですけど。とにかく武器が多いですね。あ、で、こっからは進化後なくなったから低レアになるのかな。それでも低レアでも武器が2個あるので、かなり、ガチャ引かなきゃやばいですね。石は絶対温存しておきたい。っていう人に合わせて多分魔法石配布があるから、それで引いてもらっていいですよっていうことなのかなと思います。ハズレ枠のキャラたちもかなりキャラ数多そうなので、結構期待できるコラボかな。いや、武器めちゃめちゃ多いですね、これ。すごいね、この量。全キャラに武器2個あって、マグニータは究極進化あるのか。マグニータ。サノスも究極進化って感じですね。変身キャラもまあまあいますし、武器キャラもね、めちゃめちゃ多いですね。こちらがマーベルコラボの情報となっています。はい。マーベルに関してはね、2月22日から開催なので、まだまだ先ではありますが、もう気づいたら1週間で始まるんですね。6日か。もうすぐだね。公式要素でキャラ発表されて、っていう感じで。で、まあ、そうですね。性能が全部発表されて、どんぐらい強いかわかると思いますが、公式要素で発表してくるってことは、相当強いと思うよ。だって万が一9周年公式放送でこれでマーベルの性能が弱かったらめちゃめちゃ放送しらけるしね。何よりこのゲームって強いコラボはもう人気なコラボって決まってるんですよ。わかります？今の皆さん環境最強リーダーランキング思い出してください。はい。炭治郎。はい。なでこ。はい。荒らぎ。そうですね。物語と鬼滅と。めちゃめちゃメジャーなコラボですね。まあ、対照的にね。はい。ギルガメッシュ。はい。セイバー。はい。エミヤ・シロウ。なんでだよ。この理論崩壊したね、一瞬で。フェイトも人気なんだけどな。なんでフェイト、フェイトがあんだけ弱かった理由、マジでパズドラのさ、七不思議ぐらいに入ってるくない？なんでフェイトあんな弱かったんだろうね。わけわかんないよね、今パッて思ったけど。メジャーなコラボって大抵強いのにさ、フェイトだけマジで例外だよな。わけわかんないよ。だって、復刻して強化全然入んなくて、全然使わないってやばいもんね。桜ぐらいって言ってたもんね、強かったの。しかも桜も今じゃ弱いし。
なかなかひどい話はあるけどね。まあ、例外もありつつも、まあでもやっぱ人気なコラボはね、強くなりがちというね、情報がありますので、まあ、これは期待していいんじゃないかなと思っています。そんな感じがね、今回運営さんから発表された情報の3つでした。今回まとめさせてもらいましたが、まあ、詳しくは金曜日の公式放送に発表されるんでね、そちらを楽しみにしておきましょう。じゃあチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。